ピュートー SA-18 は第一次世界大戦以降に主にフランス軍の戦闘車両が装備していた半自動垂直左線式兵先を持つ火砲である。本砲は発射速度が高く単純で信頼性の高い武器であった。低所速のため走行目標に対して効果はなく、不評と機関重人地に対する使用を主目的とした。装甲貫鉄能力の貧弱さから 1939年後半という時期でさえも軽装甲の戦闘車両には通用しなくなっていた。本砲は兵士一人で操作でき、作動不良を起こした際の影響の低さにより扱いやすい方であった。方針の長さは21高形長であった。最大発射速度は毎分15発だが実際には毎分10発程度だった。 閉鎖器は垂直左線式であり、後面が剥き出しになっている。オープン状の鎖線には、方に弾薬を装填するための穴が開いており、鎖線が上方向にスライドして褒美の穴と、鎖線の穴をずらすことで、褒美を鎖線で塞いで閉鎖する仕組みである。方針の下側には、中体複咲きが1本ある。 方の左側面には直接小純器が取り付けられ、方手は方の左側に位置して方を操作する。方の左側面末尾にある板は、方手を方の後退から守るための機械防止板と、人力による方の直接操作のための片手である。鎖線の穴の下側には、激震式の点火装置があり、閉鎖状態において、その右横に激鉄が位置し、その下側には、 右手で握る銃波とレバー状の引き金があり、右水平方向に90度に起こされた撃鉄が、左水平方向に落ちて、鎖線の点火装置を叩くことで、薬莢底部の雷管に点火し、発砲する。本法は、フランス系戦車の標準的な兵装であり、第1次世界大戦中のルノー FT-17、軽戦車、第二次世界大戦中では、 ルノー R35、オチキス H35、H-38、FCM36 などに装備されていた。またいく種類かのフランスの装甲車にも使用され、主にホワイトラフリー WL-50 に装備されていた。ポーランド陸軍では、WZ-18 ピュートをとしてルノー FT-17、軽戦車や、 ルノー R35、オチキス H35 などの軽戦車へ搭載され、また、プジョー走行車、WZ28 走行車、WZ29 走行車、WZ34 走行車などに用いられた。また、一部のポーランド軍艦専用集停や、走行列車などに使用された。ありがとうございます。